しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。こんばんは。しゃべくり松代、今日は5月6日、132回のしゃべくり松代をお送りします。しゃべくり松代の本日はコールド松代クラブの活動を紹介するシリーズ、今日は絵画専科の活動をご紹介いたします。ゲストは絵画専科の大島義明さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして星名金吾さんです、よろしくお願いいたします。まず絵画専科について少しお伺いします。大島さん、絵画専科は今大体何人ぐらいおられるんでしょうか。現在は12名でありまして、まあ、ちょっと多い時は16名くらいになったんですけど、今1年は12名でやっております。はい、そうですか。それで絵画専科の年間の授業といいましたら、どんな授業があるんでしょうか。最近はですね、最初に真っ白城の写生大会も終わりましたけど、はい、それから5月の16日から樋口邸で作品展を毎年やらせていただいています。それから9月に入って、奈良の真っ白総合病院で作品展をやっぱりやっております、はい、作品展をやるということになりますと、やっぱりいろいろ作品を書くということを、皆さんやってらっしゃるわけですね。それも相談をしながら毎年、はい、まあ、場所を移したりしてやっております、はい、あ、そうですか、はい。それでは先ほど最初に出ました松代城の写生大会について少し伺いたいと思います。今年はいつ行われたんでしょうか。今年は4月の13日、14日土日ですね、はい、お祭りの時と重なりまして、はい、まあ、天気も良くて、はい、確か桜も、桜も、ね、良かったですね。ちょうど満開ちょっと前ぐらいだったんですけどね、はい、まあ、参加者は子供が4人、大人が18人、22名ですから、まだその大勢っていうところまではちょっといかないんですけども、参加がありまして、それで、まあ、授賞式もやりまして、10名の方が受賞されております。金賞、銀賞、金賞、銀賞、銅賞というふうに賞状と、はい、絵の具と商品を一応出したんですけど。そうですか、はいはい。それでは、作品を少し見せていただけますか。はい、子どもの作品は今年のものはちょっと返してしまったんでないんですが、これ、第2回の時の子どもの作品、まあ、代表で、はい、私の孫の作品なんですが、はい、ちょっとご紹介をしたいと思って持ってまいりました。はい、これは、まあ、幼稚園の子供、それから小学生の、はい、小学生の、これは去年の小学生の作品です、はい、こんなふうにして台紙に貼って、公民館のところで展示をしております、はい、そうですね、はい、じゃあ写生会終わった後、作品展も行いますね。そうですね、はい、これもやはり去年もよくちょうど桜咲いてる時だったんですね。そうですね、はい。で今年は大人の作品がまだ残っておりましたので、はい、3点ほど紹介したいと思います、はい、で最初に金賞の作品ですが、はい、この吉池さんなんですが、はい、公民館の絵画教室というところにもう10年以上も通われて80を過ぎていらっしゃる方です。非常に熱心で、この2、3年めきめき腕が上がりまして、非常にいい作品を残しております。そうですか。大島さんのように昔から描いていたっていう方ではなくて、やはりその公民館のところへ通ったのがこう絵画の始め、描く始めだったんですかね、この方は。そうですね。あ、そうですか、ね。それからもう一人、まだ今年入ったばっかりっていう人も、はい、賞をもらいまして、その人もだいぶ張り切って、頑張っております、はい、こんなような、まあ、作品になりました、はい。
この方はまあ銀賞ですね。それからもう一方、星野さん、はい、私の横にいる星野さんも、はい、今年銀賞をもらいました。はい、こんなに作品だったんですが、星野さんは去年は金賞を取りまして、賞状を今日お持ちいただいたので、賞状もちょっとご紹介したいと思います。はいはい、今星野さんの石垣の上の桜っていうのもいいですね。松代城のとてもいいところですよね。はい。じゃあこれは賞状は去年の金賞なんですね。はい。星野さんにじゃあちょっと伺いたいと思いますけれども、はい、もうこの絵画を始めて何年かになられるわけですか。はい、3年ほど。あ、そうですか。はい、で絵を描き始めるきっかけみたいなものっていうのはあったんでしょうか。いや、私生まれは新潟なんですけども、はい、今もないんですけど、有名な今新発田市になりますところに梶川の堤桜っていうのがありまして、それをやっぱり写生大会ありまして、それで描いてクレヨン等をもらったり賞状をもらったのがやっぱり絵を好きになるきっかけでしたね。そうですか。はい、でもお子さんの頃そういうことがあって、やっぱりそれからずっと描いておられたんでしょうか。勤めの関係で描いてはなかったんですけど、はいはい、大島先生に教わる機会がありまして、はい、そういうことでやっております。そうしますとここ3年前ぐらいからまた始めたって。はい、そうです。あ、そうですか。はい、でも去年金賞で今年銀賞っていうと素晴らしいですね。そうですか。やはり絵にはやっぱり魅力がありますか。はい、特に先ほど申し上げましたように、私の田舎はそれこそ米どころですので、はい、平らでそんな絵描くような風景にあまり恵まれておりませんけれども、はい、ここに移り住まわさせていただいて、はい、大変歴史的、建造物の多い絵描きたいなという部分が大変多くございまして、はい、それがまたそういうきっかけにもなっております。そうですか。はいはい、今大変こう絵画を描きたいという題材が松代にはたくさんあるというお話ありましたけれども、はい、実は後ろに美しい日本の歴史的風土百選写生会本部という、実は今日のぼりを上げていただいてあるんですけれども、この辺のお話をお仕事さんお願いします。はい、この旗はですね、安倍総理第1次の安倍内閣の時に、松代町が美しい日本の歴史的風土百選に選ばれたという通知が夢空間の加山さんのところに入りまして、私に連絡いただいて、百選に選ばれたんで写生会とか何か企画をしてもらえないかというようなお話がありまして、それでエコールドの方の代表の八田さんにもお願いして、その年に特別予算をつけていただいて旗2枚ここにも同じものがありますけど、それと看板を作っていただいて、それから写生会本部を作りまして、皆さんに呼びかけて毎年写生をやってきておりました。はいはい、それで一方自治協の中に教育文化支援会というのがありまして、そちらの方でも子どもを対象に真城城で写生大会をやりたいということで、6年ぐらい前に始めたんですけども、どうも参加者が少ないということで、それでは大人と子どもと一緒に写生に参加できるように共催でやりましょうということで始まりまして、で その時に、まあ、本部にこの旗を掲げて皆さんに呼びかけて写生会をやっております。そうしますと大勢の方にもっともっとこれを知っていただきたいという思いがありますよね。そうなんです。絵を描いたり写真を撮ったりしている人も最近見かけるわけですけども、真っ白町がこういう歴史的な風土を100選に選ばれているということについて知っている方はまだまだ少なくてですね、そういう目で見ていただくと写真になったり絵になったりする場所がたくさんあるんじゃないかと思うわけです。はい、
確かにあの写真もたくさんの方が撮られたりしていまして、それがあちこちに飾られているのもとてもいいんですけれども、あの絵を描くというのはあの実は誰でもができるわけではなくて、あの私なんかちょっとやっぱり絵が苦手なんですね。あのそうするともう絵を描かれる方ってのはすごいなというふうにいつも思っているんですけれども、もっともっと大勢の方に絵でも町路を楽しんでほしいということでしょうかね、はい、他の作品も見せていただけますか。それでは、ね、ちょっと私の作品をちょっと似てるほど持ってみたんですが、あの実はあの、真っ白城で地元の方でもなかなか真っ白城はなっつって書かない人もいるんですけど、やっぱりあのよく自分の郷土を見直してもらったりするとあのいい場所があったり、絵になるんじゃないかと思うんです。これはあの私あの前の日に場所を探しといて、皆さんおいでになる前にあの日の出の頃に行って写生をしてきたものなんですけども、やっぱりあのなんていうか光の具合とかね、いいなと思うチャンスをこう選んでもらうと絵になるのではないかなと思いますし、それからあの真っ白町はあのなんていうか城下町の、はい、建物なんかがたくさんありまして、そうですね、でこの建物もあの描き方によって、真っ白町らしいあの作品になるのではないかというふうに思います。まあ、そういうことで、たくさんの題材もあって、ただあの先ほどから何点か見させていただきますと、同じ松代城の桜を描かれても、あの描く描き方によって少しずつ、多分さあの先ほど大島さんのお話の時間とかね、その光の加減でも違うんでしょうけれども、描く方によってもまたいろいろな表現がされますかね。そうですね、あの絵ってその点こう楽しいなっていうふうにも思いますね。まあ、はい、まあ、絵に限らず写真でもそうなので、はい、その人の見方とか考え方っていうのが出てくるんで ね、 そうですね、やっぱりそういうところが面白いっていうか、はい、あの絵にどんどん絵になっているんじゃないかなと思います、はい、ではあの今後の、授業として5月の作品展について少しお話しいただけますか。はい、5月はですね、16日から樋口邸をお借りして、作品展をやるようになっています、はい、で、まあ、一応基本的にはあんまり大きな作品ができないんで制限もあるんですが、自由ってことになっていますが、一応あのできるだけ真っ白の街を紹介できるような作品を持ち寄りましょうということで、やるようにしております。そうですか、はいはい、それから、松代病院展っていうのは、松代病院展も今度からだいぶ評判良くなって、ぜひお願いしますということで、毎年9月頃、日にちはもうあの近く行ってからあの病院と相談してやるんですけども、はい、20点ほど作品を展示するようになっております。そうですか、うん、あの私もあの昨年町田病院へちょっとあの家族が入院したりしましたのでね、その時にあの見せていただいたんですけれども、とてもあの病人の方たちが見ていただいても、それからあの看病しているご家族の方があのそれを見ても癒されるんだろうなと思われるような、とっても優しい絵があのたくさん飾られていたなっていう思いがあります。また今年もぜひ大勢の方にいい作品を描いていただいて展示していただければあのいいかなと思いますね。それでは今後の絵画展覧や、写生についての取り組みについて、何か思いを一言ずつ最後にお願いしたいと思いますが、はい、私の方はあのお城の写生大会で感じたことなんですけど、子どもさん、今回賞をいただいた子どもさんが妹にもって言って、まあ、画用紙また取りに来たんですね、はい、ぜひあの次回からというか、たくさんの子供さんに、ね、参加していただきたい、こんなふうに思います、はい、なんか PR の方法を考えてた方がいいかもしれませんね、もっと子供さんに大勢参加したいと、はいはい、じゃあ大島さん、5回目になるんで、あの多少参加者が多かったりはしていて、最初の頃はあの旧長野市とか篠野の方とかの写
野生に来ていただいたりして、ちょっと盛んになるかなと思ったことがあるんですが、まだあの写真機を持って歩いている人が大勢いらっしゃるし、絵も描いている人もいるんですけど、この松代町があの歴史的風土100選に選ばれたの綺麗な町なんだっていうことをこう知らない人が大変多いんでね、はい、なんとか私たちの責任でもあるんですけども、はい、そういうことを皆さん知っていただいて、またそういう目で、町を探索していただいて、いい作品を作っていただければありがたいと思います。わ、はい、かりました。じゃあまたこれからも PR をして大勢の人に、絵画で、風景を残していただくということで、どうぞこれからもお二人あの活躍をご期待申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、絵画レコードマッチクラブ絵画専科の大島義明さん、それから星名金吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。するんですよ、うん、今度からね、あさてって言わないようにと思ったら、あさってって言ったら、あさって、あさって、じゃあ今度は、昨日とかね、日本松さんにね、流されるんで、言わないようにしようと思ったんですけども、つい言ってしまいました。そうですか、はい、残念でした。残念でした、はい、ということで、はい、来週のしゃべくりマッチで、皆さん、パーソナリティはね、吉田さん、吉田さんね、最後回ですけどね、内容は何ですか、内容ここに書いてあるところに、ね、ちょっと書いてあるところに書いてある、赤い花物の会、そう、青木久枝さん、はい、ですか、これ見てください、皆さん役目を果たしてないです、これ見てください、見てください、あれもね、はい、ね、これね、はい、あ、これ赤い像、はい、赤い像ですね、赤い花物ね、花物、ね、はい、これをね、うん、あのやっていただく、やっていただく、内容はどんな話ですか、ね、はい、こういうの、ああ、はい、これね、この像、ああ、像を作ってるやつ、あ。この方が作ってるということ で、はい、じゃあここで皆さんで作ってもらえるんですか、はい、それはちょっと難しい、ああ、難しい、時間がない、ああ、時間がない、はい、一応こういうのを説明、ね、はい、バチュアルセンターもこれ、あ、ここに売ってるんですね、ですはい、わかりました、そういう話もちょっと、ああ、なるほど、やっていただければと思います、はい、やんじゃないですか、そうですか、ああ、ぜひ、はい、はい、わかりました、はい、それでは来週のピアノ、あ、じゃあ、来週のしゃべくりマッチ、どうぞお楽しみに。松代、あなたの街、しゃべくり松代、また見てねー。